現役最強ストレート、はい、あの全力じゃないのにもあのスピード人間の今の限界の、うん、限界ここ急激にスピードが5キロぐらい落ちるんですストレートのスピードっていうのは、はい、3億円の頃にすげえなって言った時に、うん、大谷が43億もらう時代になりましたからいや43億だ よ, ですよ、ね、剣士も生まれて別にお金はいっぱいあるんだろうからそんなこともう本当にすごい時代になってきましたけど43億でもこれは43億がまず最初の出発点であって、うん、出発点来年どうするんだって話だよねどういうふうに過去にそういうあれがないじゃないですかない大谷選手だけは、うんうんだからトップクラスのサラリーを、まあ、足して 0.8 ぐらいかけるんじゃないの、うん、そういう計算になるそれくらいなんじゃないもう満額足すとちょっとねその、うん、30、30で60億になっちゃうんで、ま、いやこれはどうなんですかいやだってアメリカ経験してるから僕も一回大谷君みたいな感じでゴミが落ちてて拾ったんですよ、はい、彼ゴミを拾ってポケット入れて、うん、すごいってなったじゃないですか、うんうん、僕拾った時に仕事取ってたらダメでしょって言われた。それ言われた。怒られたっす。怒られたっす。俺も本当にあの巨人、はい、あの向こうに取材行くとゴミだらけじゃん。はい、もうピーナッツとかの、はい、ひまわりの種だらけで、はい、なんてこいつらはあの親の顔が見てみたいと思ったの。ね。本当に思うじゃん。本当本当思ったぜ。だからツバとか吐きっぱなしなのよ。それでそういう話をしたら同じこと言われた。いや本当。あの掃除をする人たちの仕事はちゃんとあるんだから。あるんだから。君がする必要ないでしょと怒られたんですよ、うん、怒られるんだよね怒られた文化の違いだよね、はい、でもその人仕事しなきゃいけないかもしれないけど少しでも手助けになるんだったらいいじゃないと思うじゃん、うん、俺らはそうなんですよあの辺はやっぱ大谷結構彼は変えてると思うんですよ、うん、そのアメリカ人の意識も、ね、彼一人で結構変わってきてる部分はあると思うんですそうだよねちょっとこれ現役のこれのストレートその現役のストレートはい、これ選びましたすいません現役最強ストレート、はい、これストレートね牧さんの頃のスピードガンから比べると今ちょっとこうあれどうなの剣心俺もちょっと一回大リーグ経験者に聞きたい、はい、アメリカに行ってた時のマイル表示 の,、はい、あのスピードガンも日本の時よりもちょっと出てるなって僕は思ってたんですよ実際自分の感じてる感覚とどうでしたイメージで言うと 2,3 キロ速いようなイメージあじゃあ僕も合ってる多分 2,3、はい、キロ違うなって感じする、はい、今の選手たち の, そのスピードガンっていうのはどれくらい違いますか、はい、でもねアメリカの時は実際ボールが変わったから速いのかなあなるほどマウンドの硬さだとかそっちも含めてでマウンドの硬さっていうのが大きいと思うんですよ、うん、まずはマウンドの硬さが僕が現役の時が硬いなと思って硬いって言ってもいい感じの硬さっていうのが、うん、大体2つか3つぐらいの球場だったんですけど柔らかいところに行くと急激にスピードが5キロぐらい落ちるんですよそうだよねほんでスパイクを変えたりとかしてたんですよ、うん、だから僕はもうその今のストレートのスピードっていうのはマウンドの硬さだと思ってるんですよ、はいうん、それに伴うトレーニングとか内転筋だとかも股関節の使い方を意識するっていうのを非常にトレーニングをしてそれがだんだん筋力がついてきたからみんなスピードが上がったと思ってるんでそう、僕斉藤隆さんとアトランタブレーブス1年間一緒だったんですよね、はい、2010年、はい、で斉藤さんが当時その斉藤さんがね俺ら入った時さーっつってピッチング指導ったらなっつってフォア幅をとにかく広く、はい、右ピッチャーだったら右膝ついて、うん、投げ終わったフィニッシュは筋を触れだっただろうとか言って、うん、アメリカ来てどう思うっつって、うん、高いだろうっつって、はい、全部高いだろうっつって上から下にそのまま体重のっけで投げろだろうっつって絶対ついちゃダメだろう全然違うよね、はい、だから僕らも膝がついたりして昔なんかここが黒くなったりするとついてましたよね槙原、今日は調子いいとか出てたわけよ、はい、いやそんなことない、まあ、でもやっぱグラウンド柔らかいから柔らかいですよ、掘れちゃうんですよ、ね、足首が埋まるぐらいで、うん、でこう土でね、こう力をこう分散しながらこう投げたりするんで、はい、ピッチングフォームも最先端行ってたじゃないですか、はい、だって、まあ、軸足一本で立っていくって今風じゃないですか、うん、槙さん結構軸足で一本立って、うん、でこの踏み出しをこっちってあれ股関節をね股関節あれ今佐々木朗希だったかみんなやってるこの股関節、ね、マーク田中マー君もそうですけど、ね、あれ僕から見たら牧さんが最先端なんです
そうですね、あの当時やってる人いなかったね。いないですよね、うん、だからそういうね、そういう、あとセットポジションで、僕のイメージセットなんですよ。セット、うん、セットで投げる人っていなかった、みんなこうですよね、うん、そうです、そうです。だこの3つは僕はね、時代が追いついてきましたね、僕にねようやく来ました、そうなんですよ、そうありましたね、もう、うん、だから、うん、あの当時やっぱり股関節をうまく使って、はい、いやでもこれって意外に自分でサッとできちゃったフォームだったんですけど、今本当にこうそういう股関節を意識してこう投げるフォームだとか、はい、あれをできる人、まあ、奥川君なんかもやってるから、奥川君もこう、うん、ちょっとこうクッと足がキュッとこうなるんですけどね、はい、もっと言えば山本由伸もなんとなくそんな感じですね、うん、もうそうですよね。だからいろいろとこう今のトップの選手たちも結構そういう投げ方してる人もいて、あ、俺間違ってなかったんだっていうのは、でもそれは誰かそのプロ入った時にあこうやれよってないですか。ないです。まあでも本当に今は160キロを超える時代になってきましたんで、これはどう、うん、まあでも今最強ストレート、今誰ですか、佐々木だろうね。佐々木はやっぱりもう、うん、彼はまだまだまだ、あの、まだ踏んでないじゃん、全部まだ踏んでないですよね、うん、最後のところまで踏んでないよね、踏んでないですよね、うん、だからあの全力じゃないのにもあのスピードを常に出せるっていう、だから多分 これから優勝が決まるとか日本シリーズとかここ大事なところって言った時に、うん、もうちょっと行く可能性あるよね、その時に気合が入ってきてチームのこの勢いをこう、うん、背負って、はい、でそれがまだ21歳ということで、はい、やっぱ村上にしても佐々木にしても、うん、あのこれから世代が伸びていくしトレーニング方法も得ていくんで、最強ストレート、ただ俺170キロに達する時代が来れば、うん、肘をボンボン壊す人がいっぱい出てきちゃうと思うんですよ、ね、やばい、人間の今の限界の、うん、限界、ここを鍛えちゃうとここを鍛えようがないんで、うん、ですから結局手術して、そうですね、佐々木朗希もそことのこの微調整をやりながらシーズンを戦っているんですよね、うん、だから多分手術させないために、だって大谷君だって結局手術しちゃったわけじゃない、だから佐々木朗希もそこのリミッターを外したところで、うん、やっちゃいますね、多分そこになる可能性がある、本人分かってるんですよね、チームも多分そうだと思う、だからやってる、ただやっぱり今現役最強ストレートということで話させてもらうと佐々木朗希、佐々木朗希、いや、はい、僕も本当に、まあ、このストレートのその当時のその牧さんの頃ってやっぱり最強のストレートは江川さんの次は牧さん、牧さんっていう感じ、いやいや小松さんが席巻してた、やっぱりドラゴンズ の, あの球場のところではやっぱり150キロ出したりするのも小松さんだったら、内転筋ちょっと痛めるまでの、その前小松さんやっぱり早かった、早かった、打席とか入りますよね、入る入る、小松さん俺の時はもう別に力抜いて投げてるから、そんなにあれだけど、もう後半になるとバンバン飛ばしてくる、あと津田さんとかね、あ、津田さん、うん、炎のストレート、やっぱりだから150キロを超えるっていう、あのドラゴンズの球場が一番、うん、出なかったわけですか、レフトのところに出るあったじゃん、当時スピードが出ますね、あったじゃん、あそこにあったから、はい、それをまあ見ながら、あ、はい、150キロ超えてんだとかって、あの、あー、そう、オールスターとか、はい、そういう時に俺見てて、はい、あ、超えたなって、じゃあ俺も頑張ろうなんてやって投げてたことを覚えてる、この火の玉ストレート、うん、原さんがそれ打ちに行って骨折したってね、やっぱり力入るんじゃん、バッターさ、早いそれよりはさ、骨折したって、あ、そうなん、いや話はね、バットに当たって骨折したみたいになっちゃってるかもしれないけど、うん、結果的にはこうやって振りすぎて有効骨骨折しちゃったっていう、あ、よくね、あのバットありますよね、ありますよ、なかなか治りにくいと、うん、そういう、うん、そうそう、その津田さんだとか、ね、いや、すごいな、現役ストレートは佐々木朗希、佐々木朗希、これは一緒ですか、謙信が考える最強ストレートどうですか、いや、ね、でも高橋もさ157出たんでしょ、この村上の時に、いやね、もう、いや、そうなんですよね、うん、あのね、またこのねストレートの質っていうか、質が違うか、あの、何ですかね、あの佐々木朗希はなんて言うんだろう、この高橋宏斗、うん、なんでそんなに手先だけでそんだけスピードをピュンって走るんだろうに見えるぐらい、うん、でも実際股関節、足の使い方とかも、うん、あの変わったんですよ、去年よりも、はい、去年もっと低くてなんかこうロスしてた感じがするんですけど、うん、今すごくこう股割りしてしっかりもう本当に足が噛んで、でなんかこう上が軽いんですよ、すんごい軽いんですよ、簡単に投げてるような、うん、
あのもうその若さでさ力を抜くこと覚えちゃったらさ、はい、最高に伸びしろ出るね。だから状態はものすごく高く見えるんですよ、はい、もう本当にこうリストで投げてるような感じに見えるんですけど、佐々木朗希とかですごくこうタコのように足をうまく使ってこう、うん、もう全部柔らかい、ね、柔らかく使ってるんですけど、彼は硬い体、多分硬いんだろうけど硬いのをうまく利用してそれをうまく投げてるような。でもなんかその今機械でね全部分析してそういうのできるから、はいはい、あれすごくいいです ね、 ね、いろんな選手たちがまたお金を払ってアメリカで分析してもらってみたいなこともあって、はい、今はいいなと思うよね。成長はどんどん早いですね、はい、やればやるだけまたお金を稼げるし、そこに投資することによって、そこで投資しても戻ってくるからね。僕らこれ投資する場所もなかった、うん、だから俺なんか株に投資してたからさ、桑田は許されて俺らはダメってね、バッ。それはもう性格ですか。気配を消す力を持ってる。もう今更こういうこと言ったら怒られるかもしれないけど、お姉ちゃんたちと一緒に飲んでたって言うじゃん、はいはい、桑田はもっとすごい。